皆さんこんにちは、江本武典ですが、週刊江本、今週はですね、交流戦になってね、だんだんこう力も入ってきて、盛り上がってきてる、特に週末のねゲームなんていうのは、各球場お客さんもいっぱいで、それなりに盛り上がってますけど、私はいまだにこのさ、交流戦がどんどんというのは多少ありますけども、いずれにせよやってる以上はしょうがない、盛り上げるしかないなというふうに見ておるんですがね、各チームいろいろ調子のいいチーム悪いチームと、特に阪神なんかちょっとねここに来て調子が悪いんですけど、そういった中で、交流戦が終わった時点で、順位がずいぶん変わってくるとかいうようなこともありますけども、今日はちょっと前置きが長くなるとまた前置きが長いなというやつもいますからね、何がテーマかというとですね、その盛り上がってる交流戦に水を差す気は全くありません、水を差す水に関わるちょっとテーマでしてね、どういうことかというとですね、この日曜日のソフトバンクとあれどこでしたかね、広島、ソフトバンク福岡でやった試合でしたけどね、これはね面白い試合でしたね。で9回に広島が追いついて、田中が同点ホームランを打って3対3になったんですね。であれ広島もやっぱり今年はやるなと思って見てたんですよね。でしかし同点になって9回ですから、これ延長に同点入るわけですよ。でこれはこの先どうなるかなと、いかに好調なソフトバンクでもね、割り方やられ方が良くないなというようなことでね、延長戦上ぐっとこのゲームも盛り上がったで、皆さんご存知のように10回の裏になんと近藤選手がですね、サヨナラのツーランホームランを打ったんですね。でこのままだらだら延長に行かないでいきなり延長に入った途端に、ツーランホームランを打ってですね、この打った内容についてはとにかく言いませんけども、しかしゲームの流れとしてはそこでホームランを打ってゲームに決着つけたと、サヨナラホームランでね、これはやられた方は相当ショックでしたけども、せっかく追いついたのにね、しかしやはり今の底力、ソフトバンクの強さ、これがこのホームランに象徴されたんですけど、そこで何を言いたいかというと、今日のテーマはですね、これ近藤選手がホームランを打って、一周してぐるりとこうホームへ回ってきました。で回ってきた時に、サヨナラですから当然ベンチも総出でその、ね、ホームベースの方へ迎えに行くわけです。そこからがちょっと私がふっと気がついたことがあったんですね。それは何かというと、またこれは派手にね、ペットボトルの水やら何やらをね、バケツはないとしてもその水の入ったものを持ってきてね、思いっきり水かけをバンバンやるかなと思って、でお客さんも一緒になって盛り上がるかなと一瞬思ってよく見てみると水が全くかけないんですよね。でこれはファンの皆さんも気づいてるかもしれません。私はめったにそういうシーン見ないのでね、直接には、よくあることなんですけどね、そういうサヨナラホームランだとか、サヨナラヒットを打ったとかっていうことでゲームが決まった瞬間にもうベンチが総出でね出て行って、みんな頭から水かけてね、大喜びするわけです。できっと多分そうなるかなと思ってこう一瞬こう見てたらですね、水気は全くない、ソフトバンクは、よくよく見てみると誰もこのペットボトルやら水は何も誰も持ってずかける人もいない、ただみんなでこう喜び合ってね、肩を抱き合い頭を叩いたりはしますけど、そういう普通にもう本当に喜びの表現をしてね、そこでこう終わったわけですけど、その時にふっと気が付いたんですね。あれこの今時流行りのね、何でもかんでも他のスポーツでもそうですね、なんかあれ水かけるのいつ頃からあんな水かけるようになったのかなってふっと思ったりなんかしてね、最近ではもう最近というかもう随分昔からそういったシーンの時にはですね、これは水がかけるのがこう流行ってるわけですね。でこれはよくよく考えたら何の意味があるのかなと、
これは喜びの表現だとか言ってね、何してもいいっていうような、まあ、人たちもいますけど、でもわざわざ水かけることもないなというのは前から私もちょっと思ってたんですよ。なんかなぜかというとね、例えばあのゴルフもそうですね。まあゴルフはまあ本当にあの喜びの表現としてはね、そのたった一人が勝負して一人喜ぶんですから、勝者になるわけですから、まあ多少水かけもあるかなと思ったんですけど、これはゴルフなんかでも寒い時期とかね、まあ夏場ならいいですよ。まあいいことないけど、まあそれはちょっと趣旨が違うけども、なんかねゴルフでも私あのゴルフウェアの上に帽子の上から水かけてくるっていうのはね、これもあのちょっとまあ他のスポーツのことで申し訳ないけど、あんまりそのいい気分というかじゃないんですよ、見ててもね。何もそこはそういう風なあの表現の仕方しなくても、みんなが寄っていって握手するなり肩叩きやったりね、そういう喜びの表現で十分じゃないかと思うんですけど、あの水をかけるっていうのはどうもね、やりすぎのような気がしてしょうがないわけですね。でまあ他のスポーツでもな、中にはあります、それはあのね水かけたりするのは。でもね野球とか、まあ特に私はゴルフもそう、必ずあのみんな仲間が寄っていってね、最初のグリーンからこう優勝決まった瞬間に、まあ、水をバーッとかけるんですけど、これあのアメリカもまあどうなんですかね、よくじっくりは見てないんですけどね、なんか日本の方は常にこう目立つんですよね。まあこれはあの色があるなしは別に私は問うつもりはありません。水をでもまあね、やっぱりいろいろ聞いてみてないんですけど、ソフトバンクの場合は、まあ水を大事にするとかいうようなことでね、そもそも水っていうようなものは本当にここ一番人間にとって一番大事な飲み物です。まあ試合中にガバガバ飲むのどうかと思いますけども、しかし本来水は飲むものであってね、その喜びの表現に、ね、頭からぶっかけて服の上からねびしょびしょになるようなかけ方をする、その喜びの表現というのをですね、まあこれはねちょっと考えた方がいいんじゃないかと。でまあちょっといろいろまあちょっとネットで見たりなんかしても、まあそういう情報を分かっている人たちもいる中に、日本ハムやりませんよっていうのがあったんですね。あ、そうなのかと。でも日本ハムなんかあの新庄監督の日頃のパフォーマンスから見たらね、水どころかいろんなものをかけるんじゃないかというイメージがあったんですけど、まあ、これをやらないというのはね、これはあれやっぱりなかなかね、立派だなと。やっぱり1位と2位の走ってるチームはね、少々の喜びで水をかけたりしねえぞみたいなのがあるのか。もう一つは私はもうあのソフトバンクの場合は小久保監督がね、やっぱり茶髪やめろとかね、まあ、いろんなこの美意識という問題、そういったものを、まあ、前回もやりましたけど、そういったことの延長線上に何か水をかけてこう、なんかこうびしょびしょのね、まあ、あの雰囲気というのはこれは美意識にかけ、むしろ欠けるんじゃないかなというようなこともあってやらないのかなと、まあ、そういう美意識の問題ではないかとか、ないかあるか分かりませんよ。でも、まあ、新庄監督もね、まあ、独特の美意識を持ってますからね、まあ、だからこの2人の球団がね、他の球団もやってるかどうか分かりませんが、まあ、ほとんどは水をかけてますよね。まあ、そういうことで、今パリーグのソフトバンクはね、あの劇的なホームランを打った時に、まあ、水をかけなくても十分ファンと共に喜びを分かち合えたわけですから、まあ、あと一方では私はまあ水はもうなんか見てて個人的にはあまり好きではないということをちょっとまあ書かせていただきました。ただまあ盛り上がってる時にジョークですけど、水を差す気はありませんので、一つその辺は皆さんもご了承いただきたいと思いますが、まあ、そんなことで、ちょっと感じた盛り上がってる交流戦のワンシーンでございます。